読売テレビの討論バラエティーそこまで言って委員会 NP 日曜午1時30分で新型コロナウイルス感染拡大の今、国会議員の収入をゼロに、新型コロナウイルス感染拡大に対する中国への損害賠償請求、来年の東京五輪を中止に、タバコ一箱1万円、災いをリセットするために改元するの5つをテーマに、そこまで極論で、委員会として意見をぶつ、今回は、ありかなしかの極論で話し合ったが、出演者の真面目な意見に、辛坊治郎キャスター、64、は、出演者が意外と、みんなまともだと思ったと、本音を漏らした。リモートでの討論会にも慣れてきた辛坊氏は、最近結構イケてると思うのが、オンライン飲み会。結構盛り上がる。何がいいって飲みしろ払わんでええやん。各自用意したらいいし。若い女の子もこの、おっさんめんどくさい。二次会その後ややこしいことに、巻き込まれたら嫌やなと思うけど、リモートなら、絶対に、大丈夫。番組の最後に、辛坊氏が、オンライン飲み会に誘うと、しませんよとバッサリ切り捨て。